おい、お前か。何やってんだよここで。これから先のことを考えてたんだよ。くだらねえ。授業始まるぞ。あ、屋上にいる。いけないんだ、先生に行っちゃおう。はあ、授業終わったな。だな。これからなんかする？そうだな、ディズニーランドとか行かね？ディズニーランドか、最近行ってなかったし行こうぜ。じゃあカズも誘うか。カズ、あいつ最近どうしてるのかな。サッカーで忙しいらしいぜ。あいつは将来プロになる男だからな。たく、あいつはもう誘わないでおくか。誰を誘わないでおくって。カズ、なんでここに。たまには友達も大切にしないとな。お前ってやつは。別にお前に来てほしいわけじゃなかったんだからな。わかったわかった、じゃあ行こうぜ。はあ、授業終わった。これからどっか行かね。いや、俺部活だから無理。え、お前部活入ってないの。いや、なんかしとけよ肝太。え、まあ俺部活行ってくるわ。じゃあな。まあカズなら今日空いてるよね。まあ時間空いてるけど。マジ？じゃあどっか行こうぜ。俺これから友達とエーペックスするから無理。そうなんだ、俺もやっていい？無理。え、よし、じゃあこの問題の答え分かるやついるか。俺の方が早かったぞ。俺の方が早かったぞ。じゃあお前解いてみろ。やっぱり俺だったみたいだな。はくそ、答えは C です。違うぞ。あれ、いくら早くても答えが合ってないな。答えは B です。正解。次のテストも頑張れよ。くそ、まあ今回は俺の勝ちだな。テストでは負けねえからな。じゃあ、次の答え分かる人。それ携帯いじってるだろ。え、いじってないですよ。どけてみ。今の音何なんだ。紙です。まあいいよ、答え言ってみろ。分かりません。じゃあお前答え分かるか。なんか今腕から出てなかったか。手です。お前はイカか何かか。まあいい、答えは何か分かるか。これ答え何。分からん。分かりません。さて、今日も部活だ。みんな何やってるかな。そんなもんか。他の学校はあとこれを2時間をやってるって言うんだ。そんなんじゃ勝てるわけないぞ。確かにお前の言う通りだ。大会で勝つにはこうしてはいられない。おい、お前もついてこい。ああ、うん。さて、今日部活みんな何やってるかな。あ、レッドストーン手に入れたわ。俺もうそれ持ってるよ。マジか。あれ、来週大会だよね。じゃん。練習はすれば。うわ、俺死んだんだけど。クソゲー。てか次ダンジョン行こうぜ。いいね、キャラ変えるわ。オッケー。あいつどこかで見た気が。ああ、同じクラスのやつだっけ。話しかけてみるか。よう。あ、よう。同じクラスだっけ。ああ、タクって言うんだ。名前は？ケン。よろしく。ケンか、いい名前だな。こんなところで何してんの。いや、なんか暇だったからさ、空気を感じてたんだ。暇か。じゃあこれから一緒にカフェでも行こうぜ。カフェ？行ったことないけど楽しそうだな。ああ、俺の友達も紹介してやるよ。本当に？いいやつだから楽しくなるぜ。あいつ同じクラスの。同じクラスだよね。え、俺タクって言うんだ。よろしく。ああ、よろしく。じゃあね。シャイなのかな。まあこれからゆっくり友達になるか。お、来たか。ごめん遅れた。遅いぞ。誰と話してたの。なんか知らない人に話しかけられてた。え、あの人こっち見てない。本当だ。行こうぜ。うん。